ちゃこんにちは。はい、さあ豊さん、はい、今夜から、まあ、カードが変わって見どもう、まあ、そろそろさんそうです、まあ、力むことじゃないよ普通のことでしたね火曜日は。そう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 。でやっぱり注目なのが、はい、今日の DeNA 対巨人戦、はい、バウアー選手と戸郷投手の投げ合い、はい、そうだねですよ。まあ戸郷がどのぐらいのイニングを投げてくれるのかね、はい、そこですね。あ、まあ、そこは問題だし、はい、DeNA 打線はもうめっちゃ当たってるという。当たってますよ、ね。だから、まあ、ホームランの出にくい球場かなとは思うけども、はい、やっぱつなごうと思ったらつなげるバッターたちが多いから、はい、ああそれは戸郷だってね簡単にはいかないだろうし。そうですよね、うん、ということはじゃあ戸郷投手ジャイアンツは勝たせるには打たなきゃいけない、はい、誰から打つのか。バウアー投手です。これは言えない。なんで言えない。言えないよお前。なんで DeNA 攻略されたら困るじゃない。いやいやいや、この番組は平等チャンネルです。あ、そうか。まあ、まあそうだな。はい、ということで、まあでもサイ・ヤング賞を取ったピッチャーで、はい、うん、まあ、日本に来てね、はい、まあ、全く手も足も出ないじゃん。やっぱ日本の野球もね、はい、こう嫌だし。そうです。かといって DeNA を応援してる身ではやっぱ打たれたくないというなんか複雑な気持ちだな。ああそうです。そりゃそうだよ。そうですよね。いやでもここはじゃ あ、まあ前回のカープ戦、はい、1本ホームラン打たれましたけれども、はい、まあ抑えて一勝しました、はい、そうだね。巨人がこのバウアー投手を攻略するにはどうしたらいいのか、もしくは DeNA、まあ、バウアー投手が勝つにはどうしたらいいのか。あ、そうだな、はい。まあ、ただ、選手がいない。巨人は打てる選手がいない。なかなかね、なかなかね、そうですね、なかなか打てないと思うよ、うんうん。ただまあ球種的にはカットストレート、はい、まあ、これが主体だよね。そうなんですよ。で次に来るのがナックルカーブという、はい、チェンジアップナックルカーブ、はい、ね、このナックルカーブが邪魔なんだよ。見ました。早い、早く曲がる。普通ナックルカーブっていうと大体何キロぐらい。まあでもね、何キロぐらいって他のピッチャーも投げるんだよ、はい、でも精度がいいんだよ。その精度というのは、あ、だからまあストライクを取りたい時には取るっていうね、うん、だから全ての球種でストライクも取れるし、そうなんです、全ての球種があの決め球になるんで、はい、だからなかなかそう簡単に山を張っても、はい、なかなかその球種を投げてくれるっていうことはない。そうなんですよね。でもう究極に困ったらスプリットを投げてくるというね。そうなんですよね。やっぱり当てたくないなっていう、あの三振を取りに来る、うん、頭がいい。非常にクレバーですね。いやこれが厄介なんだ。やっぱ頭のいい人って、うん、結構やっぱ相手がよく見えてるからね。日本に来たばかりでもね。だからまあやっぱこうセンスなんだろうね、仕草とか。でまあ、この前の内訳はゴロが2つかな、はい、でフライが8つ、はい、で空振り7、はい、まあ、見逃しの三振が2つというね、はい、うん、だから、まあ、フライアウトに取る、うん、ここにちょっと注目すると、はい、デビッドソンが1打席目にホームラン打ったんだよ、はい、まあ、これはで、バウアーを知ってるという、まあ、多少 の、 そのアドバンテージがあったにしても、次の打席三振して取られてるんです、取られてるんだよ、はい、これは同じ球種で取られてる、まっすぐ高め、はい、投げちゃいけない高めと投げていい高めっていうのを彼もよく知ってんだよ。だから一括りにまっすぐって言っても低めのまっすぐもあれば高めのまっすぐもある、はい、でカットっていうのはもう大体主体は外、うん、でもスライダーになってくると内外投げてくるよ、うん、そうですよね。だからこれが厄介なんだよ。これ山を張る、いや最初バウアーは首を振ってたんだ、伊藤のサインに、はい、途中で気がついたんだろうね、うん、伊藤が出したいサインの意図、そしたらそれをコントロールして内外に投げ出したんだよ。これね、広島はね対策してたよ、はい、大体各バッターインサイド持ってた、うん、だから振りにかかってたんだよ、インサイドに来るカットボールまっすぐっていうのは、うん、でそれである程度前半にポンポンとヒットを重ねて、うん、これいけるかと思ったら、うん、もう途中からもう見透かされてガラッと変わっちゃった。もうそしたら打てなくなっちゃったっていうところですよね、うん、そう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 。だからセンター前にヒットを打たれるっていうことはこの前なかったんだよね、はい、だいたい右か左かなんだよ。ということはこういうピッチャーに対してはコースを張った方がいいな。
コースを張る、あ、球種ではなくて、だからまあインサイドだったらインサイド、外だったら外、それはケースバイケースで、はい、ランナーがどこにいるかによって多分変わってくるだろうし、うん、だから俺はコースに張った方がいいと思う、球種というよりも。球種があれだけやっぱ精度よく来るんだったら、はい、それも大体のところには来るから、はい、おそらくコースに張っておけば、うん、インサイド張って1球1つボールが内側に入ったら甘いボールに感じちゃう、感じるのね、はい、バッタって。だからそれをこう振りにかかればいい、うん、全部追っかけるともうねバッターボックスで踊ってる状態になるから確かに、そうですよね。いやいや本当本当そうですよね。いやだから決めた方がいい、それと、はい、工程も決めた方がいい。どう決めた方がいい。やっぱねいいピッチャーってそうなんだよ、うん、もうそこら辺のピッチャーだったら、あ、このピッチャーはコースに貼っとこう、このピッチャーは球種に貼っとこうって言ったら大体そうやってハマってくるんだよ、はい、でもねコースに貼ったとしても高めなのか低めなのか、ね、外に貼ったとしても高めか低めかって分からない、ね、だから、うん、4分の1の確率、あ、まあそうですね、ぐらいの確率で貼らないとダメだっていう。これ高め低め、でもね、うん、相対的に言えば変化球は低めに投げようとするよ、はい、だからその外の低めの変化球っていう、こういう外でも張り方ですよね、張り方をこうしといた方がいいよ、はい、でもインサイドだったら高めなのか低めなのか、うん、ね、低めのインサイドって、はい、で張らないとダメっていうピッチャーだよ。で張るものが多くなってきちゃうんですね。あ、多い多い、だからそれだけやっぱりいいピッチャーだということだよね、うん、そうですよね、うん、っていうことはじゃあ、まあ、今の巨人打線はもうコースで今日は張っていくしかないってことですか。張ってなおかつプラス、なおかつまだあるんですか。打っていく方向を定めないと打てない。それは右左だから引っ張るのか、うん、流すのか、うん、センターにはなかなか打てないと思うよ。あ、やっぱねいいピッチャーってセンター返しするのが一番いいんだけど、はい、基本に戻ってなかなかセンター前ってなかなかいかないと思う。無理なんだ。これやっぱタイミング外されるもん、チェンジアップとかで。あ、そうか。だからそれを引っ張るんだったら強引に引っ張った方がいいっていうことだ、うんうん、あーじゃなくてもう振っちゃえみたいな。もうそ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 う中途半端ではなくてってことですよね。中途半端が一番術中にはまるから。そうですね。じゃあ、うん、豊さん今日の試合どういう展開になっていくと思います。まず序盤、俺は最初どうですか。左は引っ張り、うん、右は流し、うん、全部こう右方向に各打者が向くといいよ、はい、でもジャイアンツはどうやって勝つチームか知ってる。一発そう、はい、ということは打てないということだよ勝てないということだよ。そういうことになりますよね、うん、しかも今いやヒットは7本広島も打ってんだよ、はい、でも一発のホームランでしか1点入ってないんだよ、はい、繋がせないんだよ。そうか、うん、だからプラス足を絡めたり、足の使える選手がいない、いない、まあ、梶谷が先発するとしたら梶谷、はい、まあ、吉川がいるとしたら吉川、はい、ぐらいしかないでしょ。ないですね今なあ、はい、足盗塁が期待される選手っていうのは、うん、はい、だからまあ言えばこの2人にかかってるって言ってもいいよね。そうですね。で、うん、今まあ吉川選手が出たり出なかったりなので、まあ、今廣岡選手だったりとか、まあ、そうだな、なると足使えるかっていうとまた微妙になってきて、まあ、梶谷選手だより足だと、まあ、梶谷吉川だろうな、うん、あとは面白いのは松原落ちちゃったもんな。そうなんですよね。だからやっぱ足をね、はい、絡める。だから一歩のヒットで1点を取るみたいな、うん、でもフォアボールくれないからな。いやそうなんです。まだフォアボールがね一つしかないんですよね。まあそうだな、まあ、大体いいピッチャーってそう思うんだよ。例えばこのバウアー投手、まあ、塁一塁に出たとして、はい、例えば足でちょっと盗塁いくぞみたいな揺さぶりかけるどうなんですか。関係ない。走るなって走っとけ抑えるからそんなもんだよ。ただやっぱりこう得点圏に行くとまたギア上げるんだよビューンってくるからね。だから厄介なんだよ。投球術というのは天才的だよ、うん、やっぱね感じ取るすぐ、うん、だからまあ洞察力だとかそういうものっていうものがやっぱすごく長けてるピッチャーなんだよ、はい、
あとはやっぱり有効的に方針も高めに使ってくるから、これにつられるようだと絶対打てなくなる。ブリブリ振っていっちゃいますよね。もうここを振ると全部の変化球が生きてくるから。でそこの見極めも、ここを見極めてボールってなると、はい、ね、まあこの今日審判をする人の相性もあると思うんだけど、はい、この高めをボールって言ってくれたら、もうよしいけるって思った方がいいよ。あ、でもストライクって言ったら、あ、今日やめたみたいな。審判との兼ね合い。いやいや、それもあるって。そうか、うん、それかもうそれをバッターが振って空振りするようになってくると、そのバッターはもうその日はダメだよ、打てないですね。打てない。いや、そうか。だから156キロぐらいの高めのここのまっすぐ、ストライクボールか、本当にいいところに投げてくるから、これを見極めて我慢するかだよ。それ豊さん、見極めて我慢するっても直前までってことなんですか？グッと我慢するのか、それとも、いや、もう最初から手出さないとかね。あの阪神のメッセンジャーって言ったんだよ。あ、メッセ、はい、ね、背の高い、はい、あれがね、微妙な高さに来るんだよ。で俺が DeNA に戻ってる時に、高めは捨てろと、うん、で低めはもうどんなボールでもいいから、うん、振ってもいいからもう言わないから、うん、高めは打つなと、うん、やっぱ力があるし、やっぱこう打てないと、はい、ね、通常のピッチャーは高めを狙えって言うんだけど、あれは高めに手出したら全部やられるからやめろ、振っちゃうんだよ。なんで振るんだって。いや、ストライクに見えるんですよって、やっぱそのぐらい精度のいいところに来るんだよ。バウアーも一緒ですね。だから攻略しろっつってもなかなかやっぱ難しいよ。あ、そうですよね、うん、ただ性格として、はい、デビッドソンに打たれた高めのまっすぐ、はい、ホームラン、次もその勝負で三振取りに来るから、そのぐらいのプライドの高いピッチャーだから、同じそのだから仮に、まあ、カットなりチェンジアップなり、うん、ね、打ったとしたら必ずそのボールで勝負くるよ多分。あ、そういう相手の性格も知るということ。だから相手の性格を知った上での対策をさらに練るってことですね。バウアーは逃げるピッチャーじゃないから、向かってくるピッチャーだから、次はその性格を利用する。なるほど。でも困った、まあ、相手が究極困ったらスプリットで三振みたいな。いや、松山がそうだったの。松山食らいついていってたんだ、広島の。はい、で、レフト線にあわやっていうのがあって、ありましたね、ありました。その後スプリットでこうだった。そうなんですよ、かわしてくるっていうね。ああ、これはいかんなって、まあ、投げてないボールを投げてみよう。そこで投げる。隠してんだから。いやー、怪物ですね。いやいや、これはね、一見、うん、普通のピッチャーに見えるけど内容が濃いピッチャーなんだよ。素晴らしいですね。それはサイヤング通るだけありますよね。いや、だからそのぐらいじゃないと取れないんだよ。そうです、ね、だからこの投球術をやっぱこう日本のピッチャーたちもやっぱ勉強しておくということだよ、はい、で彼はどういうふうにマウンドで考え、どういうふうなことをやってるか、ね、それはやっぱずっと見てると読み取れるよ、はい、普通ピッチャーの感性のいいやつは、うん、そしたらそれを自分の中に取り入れるとか、はい、やっぱすごいいいものを持ってきてるよアメリカから。そうですね。だからこれを逃すことはない。ないや、勉強になる、うん、本当に勉強になるから。そうですね。だから一球まっすぐ投げるにしても意味合いがあるはははって笑っちゃうよ、まあ、本当そうですね。だってバウアーも最初分かんないじゃない、日本のピッチャー、はい、バッターを、うん、どんどん投げたらどんどん振るんだよ。あれ、これなんでどんどん振るのかなみたいな思っちゃってる。でもこのボールとこのボールに関しては振ってくるなって言ってからナックルカーブ投げ出したんだから、そしたら、うんみたいな、手が出なくなって出なくなっちゃったでしょ、はい、あ、そうなんだって。じゃあ全然こうまっすぐやスライダーを投げるんじゃな、投げないんじゃなくて、あ、これはファールにしとけば楽じゃねえかみたいな。ってだってそうやって決めてるんだったらボール球でも手出すんだろみたいな、うん、試してんだよ。試されてたんですよ。で一塁線にファール、はい、ああ、よしよしって、うん、これなんだ、伊藤、いや違う、いやいやいや、うん、いやいや、なこれ何考えてんだって言ったら、うん、伊藤は外のチェンジアップとか、うん、外のこうナックルカーブとか投げてた。おそういうことかと思って投げたら、みたいな見逃しの最初。もうそうですよね。そう、ああそうか、あ、分かった分かった、これもコース変えていいのねみたいな、変えるのねみたいな、あなたの意見はみたいな。
すごいですね。あ、じゃあうまくいったから次もやろうぜみたいな。じゃあ今度は外からの、カットボールだよ、ストライクみたいな。もう物の見方にどんどんですもんね。いやだから何でもできるんだよ彼は。ですよ、ね、マウンド上での表現というか、はい、で隠し持ってるから。そう、投げてないの、まあ、しょうがない、大事なところだったらこのポケット開けちゃうよみたいな。そう、投げてないので投げたみたいな、えみたいな、こんなボールあったのみたいな、そんな感じになっちゃうから。そうですよね、うん、ということはただね、うん、7本打ってるっていうことは、はい、広島がね、点が取れないピッチャーではない。でも最後の牙城だよ、はい、これは超えるのは大変だぞ。 そこを超えていくのはそうですよね。だからね、2対1で、はい、あ、2対0でね、まあその勝ってるとバウアーが、はい、ね、1点取られたと、はい、後の1点取るのは大変だから、突発的な事故、ホームランとかがない限り、うん、そうですよね。バウアーも多分ギア入れるでしょうし、そうなってくる。だからその前に戸郷が抑えないと話にならんっていうこと。まあそうですね、あのピッチャー陣がね。そうそうそう、でさあね、今夜さ、バウアー、はい、どんなピッチングを見せてくれるのか、 それに対して巨人のバッター陣はじゃあどう攻略していくのか。バウアーはすごいけど、はい、日本のバッターたちのプライドをかけて本当ですね、はい、やっぱ頑張ってほしいと思います。はい、はい。